しょ。どこ触ってんのよこの変態。ド変態。アミ、警察を呼んで。アイアイさん。私が、つまり私が原因で竜宮小町はアイドルアルティメイトで優勝できないとでも言いたいわけ？仕方ないわね。それじゃあ、あんたの手腕見せてもらうことにするわ。ただし、あんたがちょっとでもダメなことをしたら即クビよ。いいわね。なんだか賑やかになりそうですね。アイドルアルティメイト楽しみですプロデューサー、それじゃあよろしくお願いしますね。でも結果はちゃんと出してくださいよ。ここまで行ってダメでした。なんてオチは許さないよ兄ちゃん。読んでいただけよ。そう。だってこの場で私が嫌とか言ったらいつまで経っても話が終わらないじゃない。わかればいいの。それじゃあ私のことはもうほっといてくれる？私は今まで自分の問題は自分で解決してきたの。だからちょっとうまくいかなかったぐらいで、あんたに頼るなんて嫌なの。絶対に嫌。私のプライドが許さないわ。何よ、急に黙ったりして怒ったの？そうね、だったら証明しなさいよ。受けたら絶対にアイドルアルティメイトで優勝できるって証明してみてね。それができたら私あんたの言うこと何でも聞いてあげる。それでいいでしょ？
同じパフォーマンスができるわ。そう、レッスンでも完璧だからミスなんてしないの。いつでもパーフェクトなんだから。私の完璧さを実感しちゃったみたいね。ちょっと1分しかないのにどうして黙ってるのよ。もしかしてもう話は終わり？用意しちゃうなんて、ほんと予想のつかない人ですね。そんなことありませんよ。私、久しぶりにドキドキワクワクしちゃいました。うんうん、やっぱ人生はチャレンジだよね。アミ、久しぶりに超本気出しちゃったもん。何の問題もないわ。私たちの実力ちゃんと見せてあげる。はい、さあみんな気合を入れるわよ。
ギほどでもあるけどね。でもでも半分くらいは兄ちゃんのおかげだよ。時にはリスクを顧みず行動する必要もあるってことですね。さすがです、プロデューサー殿。あの、いおりちゃん、もしかして私たちが何か失敗しちゃったかしら。ううん、なんでもないわ。まあ、これくらい当然よ。でも、もう少し伸びしろはありそうよね。プロデューサーさん、今週はお疲れ様でした。あの、それで来週からは一体。はい、わかりました。そうだ、アイドルアルティメイト予選突破のコメント考えておかないと。プロデューサー殿、明日にでも相談させてくださいね。そうね。まあ、スーパーアイドルゆりちゃんにかかれば予選突破なんてお茶の子さえさえよ。みんな、準決勝もこの勢いで突破するわよ。それじゃ、今日は解散。お疲れ様でした。遅くなりそうだって執事の進藤さんから連絡がありました。ねえ兄ちゃん、イオリンに何かしちゃったの？あの、実はイオリちゃん、先週のフェスの後からあまりレッスンに参加してなくて。イオリン、今までサボったことなんか一回もなかったんだよ。なのに急に来なくなっちゃったの。何か事情があるのかもしれませんけどね。でもさすがに今日は準決勝もあるし休みってわけにも。私たちのためにそこまで。プロデューサーさんって頼りになるんですね。わかりました。それじゃあよりのことよろしくお願いしますね。
してこんなところにいるのよ。本当に何なのよあんたは。どうしてそういつもいきなりなのよ。おいあんたら。え、あんたは。ふん、やっぱりナムコプロか。ノミネート発表会以来だな。で、そこの女はあんたの事務所のアイドル？ちょっとあんた、私のことがわからないって言うんじゃないでしょうね。わかるわけねえだろ。ファンの子たちならともかく、ファン以外の女の顔なんて俺興味ないから。なんですって？あんたはライバルの顔すら覚えてないって言うの？は？ライバルって誰が？アイドルアルティメイト？はあ、そういうこと。ちょっと、何がおかしいのよ。思い出したんだよ。お前、あのメガネ女のユニットのメンバーだったよな。つくづく運の悪いやつだ。何よそれ。私は竜宮小町のリーダーの。アイドルアルティメイトには俺たちジュピターも参加している。決勝進出も楽勝で決めたところだ。俺たちは奪えるものは全部奪う。それが黒井のおっさんの指令だからな。でもあんたが絡んでるってことはちょっと面倒くさいことになるかもな。何よそれ。私のことは覚えてもいないくせにこいつのことは覚えてるって言うの？ったく、さっきからうるさい女だな。そいつ少しは黙らせた方がいいぜ。じゃあな。プロデューサーさんはイオリちゃんのこと信じてるんですね。やめてよ。あんたに信じられたら嬉しくないんだから。ちょっとイオリ、こんなギリギリに来て一体どういうつもり？ごめんなさいリツコ、お説教は後で聞くわ。アズサ、アミ、すぐに行くわよ。それじゃあ、私も行ってきますね。
本番はしっかりやりますから。今さららしくないこと言わないでください。気持ちを切り替えてよろしくお願いします。プロデューサーさんの声援が聞こえたおかげでなんとかなりました。それはいいんですけど、イオリ、本当にどうしたの？いつもよりキレがなかったわよ。いいのよ、自分の出来は自分が一番分かってるわ。こんなところでボケーと突っ立ってる場合じゃないわ。行くわよ、アミ、アツサ。うわぁ、イオリ待ってよ。ですね、おかげさまで。やっぱり素直にプロデューサーを当てにして正解でした。ねえ兄ちゃん、アミ、感謝の印に兄ちゃんの彼女になってあげてもいいよ。おお、なんで流すのさ。相手にとって不足はないわ。いえ、むしろ雪辱を果たすチャンスが向こうから来たのね。そうですね、今度は私たちのために来てくださったファンの皆さんもがっかりさせないようにしないと。それいいですね。まだまだ改善の余地はあるし、やれることは何でもやらないとね、イオリ。何なのよ、あんたたちは。どうしてそんなんでもかんでもこいつの言うことを聞くの。イオリ、どうしたの。みんなしてこいつのことばっかり。みんなのバカ。私は別にあんたの方針が気に入らないわけじゃないわ。怒ってないわ。怒ってないって言ってるでしょ。それは。
のことを嫌いだなんて言ったのよ。勝手に決めつけないでよね。なんでそうなるのよ。勝手に決めつけるなって言ってるでしょ。あんたもいいわね。リツコにもアズさんにもアミにも何かと頼りにされて疲れてるよね。していますけど、なんだか同時にワクワクしてるって言いますか。アミもそんな感じかも。兄ちゃんくん、今日も一つよろしく頼むよ。
にみんなを連れて会場に入っておいてもらっていい？イオリはどうするの？私はプロデューサーと少し話があるから、その後にすぐに行くわ。まあ、もしかしてそれは私たちがお邪魔虫ってこと？違うわよ。変な勘違いしてる暇があるならとっとと言ってちょうだい。はいはい、それじゃあプロデューサー、イオリをちゃんと連れてきてくださいね。それじゃあ私たちも行きましょうか。私今日は変な遠慮とかしないんだから。自分をイメージするためにね。私はね、何でも一番じゃなきゃ嫌なの。そして自分が一番だってことを証明したいの。だからリツコがユニットを立ち上げるって言った時も真っ先に手を挙げたわ。そうよ、だから私はこんなところで悩んで立ち止まってる場合じゃないの。だからプロデューサー、あんたは嘘でしょ？あんたって本当におめでたいわよね。全然羨ましくはないけど。私に笑顔を取り戻してほしかったんじゃないの？
文句言われる筋合いはないわ。そうなのよ。ほら早く会場に行くわよ。フェスの前にあいつに文句言ってやるんだから。ほらグズグズしないで、とっとと行くわよ。あら、お疲れ様です、プロデューサー殿。イオリとのミーティングはうまくいきました？イオリなら、フェスの前に一言言ってやるわとか言い残して、どっかに行ったままだよ。でも、なんだかイオリちゃんの雰囲気が昔に戻ったような感じでしたよ。やっぱそうだよね。ミオリンの顔めっちゃ光ってた気がするよ。見つけたぜ。ちょっとあんたに言っておきたいことが。トーマくん、みーっけ。もうフェスの前にフラフラして迷子になったらどうするのさ。何より俺たちの可愛いエンジェルちゃんたちに見つかったら身動きが取れなくなるよ。違う、俺はただ自分のところのアイドルは責任持って管理しろって念を押したかったんだよ。それは、とにかくああいう危険な生き物はちゃんと鎖に繋いどけ。分かったな。なあ、ちょっと待ってよトーマくん。どうしたのかな。おっと失礼。それじゃお互いにベストを尽くしましょうね。チャオ。ちゃんと教育の効果はあったみたいね。そのうち分かるんじゃないかしら。してるわ。プロデューサー、イオリに一体どんな魔法をかけたんです？負けちゃった。
あのお姉さんたち強いね。僕びっくりしちゃった。今日のところはお嬢さん方の魅力に乾杯といったところかな。気を使わなくていいよ。僕たちにはまだアイドルアカデミー大賞があるもんね。だよね、トーマくん。って、あれ。おい、あんた。水瀬伊織に伝えておけ。次は俺たちの番だってな。また一人で退場？もう、協調性がないよ、トーマくん。ちょっと待ってってば。それじゃ、次回こそは俺たちが、皆さんの視線を釘付けにしてみせますよ。チャオ。なんだかんだで天ヶ瀬は完全に伊織の名前覚えちゃったのね。まあ、アイドルアカデミーの方は頑張ってください。私たちはしばらくジュピターとの共演はないですから。私ステージで少し泣いちゃいました。ねえ兄ちゃん、今日は大勝利パーティー開催だね。ハミたちが優勝できたのは兄ちゃんのおかげだし。うん、そうね。やっぱり新曲投入をはじめとした思い切った判断はあなただからこそできたことよ。飛び切りの 100% オレンジジュースをあげさせるわ。あら、もしかしてプロデューサーさん、いおりちゃんと何か用事でも？ううん、なんでもないわ。ちょっとあんた、空気を飲みなさいよね。それじゃあみんな、早速パーティー会場に行きましょう。
全く分かってないわね。そこはさすがはイオリちゃんだなって言うべきところでしょ。何言ってるのよ。今日の主役は私じゃないわ。竜宮小町を作ったのは律子だもの。今はみんなに乗せられて一人でスモーキースリルを踊ってるところよ。律子は前から時々踊りたそうにしてたのよね。そのうちステージに引っ張り出してあげなくちゃ。まったく世話が焼けるわよね。そうでもないわ。自分でも正直びっくりしちゃったもの。まさかあんなセリフ一つで自分があんなに喜んじゃうだなんて。私って案外単純なのね。あんた別に分かんなくていいのよ。鈍感なら鈍感なままでいなさい。まあ結局のところ私はちょっぴり不安で寂しかっただけかもしれないわ。だから私のことだけを見てくれる人が欲しかったのかも。私もまだまだお子様ね。ちょっと、なんでこういう時は耳ざといのよ、このバカプロデューサー。でも、そんなの最初から分かりきってたことでしょ。これで毎朝あんたの顔を見ないで済むと思ったら先生するわ。ああよかった。あんたにダメ出しをするのもこれでなかなか重労働なのよね。あんたの頑張りなんて誰も分かってあげられないんだからね。そんなの主人の私しかちゃんと分かってあげられ。事務所に来るの早すぎよ。ちょっと